弁護士さんが一生懸命やってくれています。だからまあ弁護団の意見のことはとやかく言いません。だけど再審開始になると思ってます。時間までちょっと岩尾は56年間も無実を訴えてまいりました。どうか再審開始のご判断をお願い申し上げます。そして岩尾は未だ持って、ま、も妄想の世界におりますが真の自由を お与えくださいますよう重ねてお願い申し上げます。こういうふうに申し上げました。簡単ですがこれが私の本当の、まあ簡単に言えっていうこういうことです。